鍋から直のラーメンっていうのがね、昔からすごい好きでさ。はい、でもこんにちは。こんにちは。本日はですね、このバングッドのクックウェア、はい、クッキングウェア、鍋のセットのレビューなんですけど、ごめんなさい。あの箱ね、あのこれピーって剥がしたらね、これ剥がれちゃいました。あれ。こっちの方が安いかな。こんな感じのセットはすごいです。ちょっと開けてみましょう。はい、これ、もう、あの、いわゆるあの、キャンプの、ナムセット、こんな感じのものでございます。ちょっと開けてみましょうか。開けまして、はい、しゃもじ、これほんとこれちっちゃいね、かわいい。でも逆にこの大きさ、この中に入るしゃもじってなかなかねえぞ。はい、2段目開けると中出てくるぞ。なにこれ。ヘチマ、ヘチマたわし、すげえかわいい。そしてこれなんだ、そう、ヘタマ、ヘタマじゃない、ヘチマ。これ初めてなんだ。これお玉か。すごい、なんか可愛らしいものがあるな、これな。初めてこんなんだ。そう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 。初めて知った。お、俺昔作ってさ、おばあちゃんがあの漂白してくれたんだけど。どうやって作ったの？いや、ヘチマ作って、お酒につけるのかな、焼酎につけるのかな。そうするとね、皮がなくなってその状態なんだ。これなんだろうね。おとり皿。お皿みたいなもんかな。こんな感じのセットでございます。まずそれは煮込み料理とか、まあ、鍋、これのさ、結構深さがあるよ。でですね、あのこのクッキングウェア、要するに鍋、アウトドア鍋の性能チェックって言ったって、まあ使ってみるのが一番かと、いうわけで、これからこいつラーメンを作ってみようかと思います。はい、というわけで、はい、用意したラーメン、こう2つ、札幌一番味噌ラーメンと金の麺、ゆうちゃんどっちがいい？ゴールデン、はい、ラーメン作ってみます。お祝いだから、どうします、ぐらぐら、これで、もう入れます。お、ちょうどいい、ラーメン入れるにちょうどいい大きさでございます。でさ、あのさっき、あ、ちょっと引っかかる、よっ、入った、おー、入りました。で、これね、あのさっきあの鍋の性能で父ちゃん言ったでしょ、今これ沸騰してたよね、うん、沸騰してて、実はこの蓋が もっとこれ熱くない、うん、で、こっちを取ってね、うん、取ってもっと今これ熱くない。実はこれすごい重要なんだよ。確かに、あのですね、熱いの嫌だからね。昔、そう、あおーおお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 おホームセンターで買ってね、使ったのよ。これをお湯を沸かすと、そもそもこうまず取っ手が熱い、しかもこの蓋がこの形、蓋が熱くてさ、軍手がないとお湯が沸かせなかったの。実はこれ山で使ったんだけどね、大変なことになったのよ。このさ、この蓋で熱くない、この沸騰してるのが持てる、これ非常にありがたいよ。いいね。お、意外にこうカポって入るの、これね、カポって入るからさっき吹きこぼれたんだな。ああ、なんかこれやってるとなんか料理したくなる。ここでなんかアウトドアって感じがするよね。する料理って好きでしょ。こういうのは大好き。これちなみにこっちの小さい鍋が、これほんとラーメン 500cc 入れて作るのすんごいぴったりなの、これね、うん、結構見た目より大きいよ、これ、うん、大きいです。ここ熱いのかな。あ、ここも熱くない、うん、すごい、うん、なんで熱い鍋は熱いんだろうね、うん、はい、というわけでどこかな、味噌入れます。はい、というわけでラーメンできました。できました。どうですか、ラーメン鍋持った感じ。とてすげえ持ちやすい、これ すごく持ちやすい。ここのね、なんだろう、プラスチック、単なるプラスチックで結構これ滑り止めになってるのかな。結構すごいね、こうギュッと持って結構近いで、でこれね、うん、あのこんだけスーパー入っても全然たわむことないです、うん、すごい持ちやすい。持ちやすいね。じゃあ、というわけで、はい、せーの、はい、ただきいただきます。いただきます。ラーメンです。やっぱこの鍋から直のラーメンっていうのがね、昔からすごい好きでさ。大好き。なんかアウトドアとか、山だったらこうなるよな。うん。おいしい。なんか外で食べるとうまいね。うん。自分中にあるラーメンだとこの幸せ、最高です。うん。このさ、うん、今これ
スープ飲むのちょっと挑戦してみようかと思うんだけど、若干ついてる飲める。え、なんだろう、このさ鍋のこのヘリのところがこれカールになってんのかな。これがね、あの薄っぺらくないか、そんなにめちゃくちゃ熱くはない。これすごい、すごくないかこれ。うん、飲める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 、うん、うまいうまい。レビューってのは忘れてるけど、ね、忘れてました。この鍋使いやすい、使いやすいね。これさ、うん、このこちらの鍋小さいかと思ったんだけど、高校の一人分のラーメンですごいぴったりってことは、うん、これだって容量的にはもっと断然大きいでしょ。3、4倍じゃ収まらないかな。だから4人分ぐらいのこれ味噌汁は作れるかもしれない、こっち。おお。ね。こっちも取っ手もな、あ、取っ手こっちの方が大きいんだね。こっちの大きい方が取っ手がすごい大きいから、多分強度的には。結構な量入っても多分これ、うん、持てるでしょう、うん、今度これでお米炊いてみたいね、うん、お米炊けるかもしれない、うまくすると。うん。そんなわけでここからひたすら食べます。というわけでどうもありがとうございました。いや、食べない。